はい。フリーライターのいつか笑って過ごせる暇です。平塚正幸氏は配信で N 国党に貢献してほしい場合、大橋正信という、大橋正信氏ということでね、やっていきたいと思います。えっ、ー、と、アンサー動画かなの後の、えっ、ー、と、N 国ナン、no. バー 2YouTuber になった左右フラット防止への要望という動画を見てです。で、その後ちょっと平塚さんの 動画を後ろに見ようっていうのも見てたんですけど、ちょっと長いので、途中で止めて、現代に追いついていったら、なんか、女の人と、イチャコラして、<laughs> ゲフンゲフンみたいな。まあ、別に、あの、エロい意味じゃないですよ。なんか、女性の方とね、やって、なんか話してたので。うん。なので、ちょっとその、なんだろう、平塚さんの動画は最初の部分しかほぼ見てないんですけども、まあ、その時点でちょっと動画を撮らせていただきます。もう、この時間なんでね。 というか、えっ、ー、と、今、2時15分とかなんで、さすがにそろそろ寝なきゃいけないんで、うん。と思いまして、ちょっとその後の状況がわからないので、もしもちょっと変なこと言ってたら申し訳ないんですけれども、えー、平塚さんの,の,さんの動画に関しては、よろしければ多分その、そのうち普通に見れるようになると思いますので、今追っかけて見てたんですけどね、まだ放送されてるのでね、彼 <laughs>、ね、はい、うん。そっちを見ていただければと思います。で、えーと、まあ、 大橋さんの動画と平塚さんの動画の最初を見て思ったことは大橋さんが手を差し伸べてるのになんか平塚さんはすねてるというかなんか変にうがって見てるように僕は思いましたうんなんだろうなっていう手を差し伸べてるって言い方が正しいかちょっと分かんないですけど要はその配信してその川崎穂高さんとかあのー なんていうかな。えっ、ー、と、立花さんじゃない人たちのも見てほしいと。おそらくこれに関しては、その、坂本さんのところに動画撮りながら行って、どられたっていうのがあるから、そんなの気にせずに、みんなのところに来てよって言ってるんじゃないのかなっていうふうに僕は勝手に思いました。はい。で、それに対して平塚さんはなんか、もっと尖った方がいいとか、僕は貢献できてないって言われてるんだみたいな、ちょっとなんか <laughs>、うん、大丈夫かなっていう。 ちょっと人が信じられないというか疑心暗鬼になっちゃってるんじゃないのかなっていうところですね。を思いました。はい。なのでね、まあ、あの、この動画を平塚さんが見てるかどうかわかんないですけれども、まあ、なんだろう。そんなにみんな腹黒く話はしてないと思いますよっていうのはちょっと僕は言いたいかなと思います。はい。 まあまあ多分見てないでしょう。はい。<laughs> 見てないと思いますけれどもね。うん。一応ね、その何ていうか、うん。もっと素直に生きてもいいんじゃないですかねっていう風に僕は思っちゃいます。まあ、ね、人生裏切られたりとかするものなので、僕も動画で何回か言ってるけれども、親友だと思っていた、えっ、ー、と、本人は北朝鮮と、朝鮮人民共和国。 の国籍の人間だって言ってて言いた人もう高校が一緒でめっちゃ仲良かったんですけど最終的にまあ高校の友達のねお金を盗んで回ったっていう、ね、人だったんですがと <laughs> いうのもあってまあちょっと人は信じられなくなった時期もありましたで朝鮮韓国人嫌いだってすごい言ってた時期もありましたもう今でも個人的にはあんまり好きじゃないけれどもでもやっぱりその その人じゃないですかっていうのがあって、僕はね、その、韓国人とか、朝鮮人、北朝鮮ですね、北朝鮮の人とかでその、一くくりにしちゃいけないんだろうなっていうのが、ここ数年、ちょっとずつ思うようになって、で、まあ、一人一人で、それはね、あの、韓国という国が今やってるようなことに関しては、韓国という国には許せないとか、そういうのは、 全然いいと思うけれどもその誰かに,にやられたからっていうのでその相手全体を奪ってみるっていうのはね良くないかなというふうに思っていてでまあ話を戻すとまあねあの坂本さんとか林さんとか吉田さんとかにやられて N 国全体がの人がなんか自分のことをって思ってるんじゃないかって思ってるのかもしれないし。 まあ、もちろん仲いい人もいるはずなんで、全員をそうだとは思ってないのかもしれないですけども、そうじゃない人をそういう風に見てしまうっていうのは、まあある意味仕方がないのかなとは思うんですけれども、まあちょっと一人一人を見て、まあ大橋さんは大橋さん、その噂とかにごまかされないでね、大橋さんの言ってる動画を見て、で、どうしても信じられないんだったら、直接聞きゃいいじゃないですか。これこういうことなんですかって。<laughs> 多分あの、<laughs> そんな意味じゃねえよって笑いながら言われますよ、多分ね。 多分ですよ。うん。というふうに思いました。はい。まあ、夜中なんでね、この辺で終わりたいと思いますけれども、その、なんていうか、噂されてるようなね、なんか平塚さんのこと嫌いみたいな、なんか貶めようとしてるみたいなのは、あの動画を見た感じ、ないんじゃないのっていうふうに僕は思いました。僕はね。うん。なんていうかね、その、噂がかなり独り歩きしてるっていうか、うん。部分が多いんじゃないのって。 言う気はします、その、ね。なんか、その、噂がひとる気してるところに、アンチが紛れとるんちゃうんかな、っていうふうに僕は思うんですね。うん。なんか、中を乱したい人が、その、中の人間じゃないのに、中の人間フリしてツイートしてるとかね。なんか、関係者ですみたいな、ボランティアですみたいなのが、いるんちゃうかなっていう、実際そんなことやってなくてね。 うん、実際に会ってみるとお前誰やねんみたいなことになるような人がそういうつぶやきをしているんじゃないのかなっていうふうにはちょっと最近思い始めています。わかんないですよ。僕が思っているだけですからね。あくまでね。うん。はい。なんでね、まあ、ひらつくさんにしても、大橋さんにしても多分言ってると思うんですけども、ちゃんと話してやっていきゃいいんじゃないのっていうふうに思いました。うん。 ということでね、まあ、この動画を上げつつ、平塚さんのちょろっとどうなってるか覗いて、僕は出ます。はい。よろしければね、チャンネル登録していってください。ああ、最後に自分のこい言い忘れてることがありますね。まあ、あの、なんていうか、平塚さんもね、大橋さんも配信力あるのでね、ぜひ、そういうところ、いろんな人を映してっていうのを僕は見たいです。はい。平塚さんが、いろんな人の、 えっと、選挙活動、政治活動に行って、いろんな人と絡んで、いろんな人と、いろんな人とのことを撮影している平塚さん、サイフラットマウントさんが僕は見たいです。以上です。よろしければね、チャンネル登録してってください。フリーレイターン使われて過ごせるまれで,でした。